こんにちは、アウトドア夫婦です。今日はなんと沖縄の琉球海炎祭という花火大会ですが、沖縄本島は昨日からあいにくの台風通過という悲報が、ねうん、けどね、今日中止にならなかったんで、ちょっとこれから穴場のビーチの方に行ってみようかと思います。レッツゴー、レッツゴー。今日は嫁の運転なので、ね、俺が飲みたいと思います。ね、金麦、なんでこれ買ったかというとね、花火のパッケージなんです。かわいい。この人は珍しくノンアルで、ノンアル。もういいよ、気分だけでも。昼から飲む酒最高。いやー、めちゃくちゃ雨降ってきましたね。さっきまで曇ってたんですけど、うわやば、これが沖縄っすね。天気予報ね、当てになんないんだよな、結構やむ気配全くなし。やばいよ、もうなんかこれ花火大会やるよ、これ最悪。ピエンピエン。さあ、着きましたね。空いてるかな。あ、全然車いなくない。花火が見える良さそうな場所見つけたので、そこに陣取りたいと思います。海も見えるし、ここから花火見えたら最高だな。見えますかね。これが台風通過後の海の波です。荒れてますね、だいぶ。今回の台風は結構弱いっぽいですけどね、全然夜中とかもそんなにすごくなかったから全然怖くなかった。皆さん、奇跡的に晴れました。やばいね、これは天が味方してくれましたね、私たちに。やっぱ俺が晴れ男だから。違うよ、めっちゃ雨男だよ。いや、雨男じゃないでしょ。晴れ男、晴れ男、晴れ男。前晴れ男だった。そうだね、うちが晴れ男です。いや、海も綺麗だしな、ね、手前は濁ってるけど、めちゃくちゃ、まあ、でもいい場所、ここね。教えてあげませんから。ちょっとここは内緒です。ちょっと穴場なんで、人が殺到したら困るんで、申し訳ないですけど、ごめんなさいね。まあ、花火見えるかまだ分かんないんですけどね。まあね、見えたら最高です。見えたら本当にベスポジね、最高。あ、もう誰にも教えたくないポイント。じゃあ今日はこれから花火までちょっとここでゆっくり待ちます。あとバーベキューもね、していかと思います。ミニバーベキュー、ミニね。これからプチバーベキューをしたいと思います。これね、付録で買ったチャムスの付録についてのちょうど鉄板を探してる時に、私が面倒くさがりすぎて、あの鉄の鉄板だともう錆びるし、もうそういうもうメンテナンスが本当に私は面倒くさがりなので、もう洗える、洗剤で洗えるし、もうそのままあと乾かしてもうかける、こちらのチャムスの付録についていた鉄板をゲットしました。今日はこちらで焼肉をしていきたいと思います。一気に天国から地獄だったな。いや、しかも風あるから斜めに雨が降ってきて、屋根あっても普通に入ってくる。うまっ。でも止んできたな、また、うん、ではいただきたいと思います。ノンアルだけどね、今日はドライバーなのでしゃあないけど、乾杯。珍しいっすね、ドライバー。まあ、でも物多いからカズヤンが運転してくれてるから。
たまにはね、俺にも飲ませてくれてもいいんではないですか。うん、あー、そう、行こう。このやっぱ焼肉やりながらさ、この飲むっつうのがさ、いいですよね。またこれ肉焼いて食べながらね、こうやって飲むのがね、なんかノンアルだけど飲んでる気分にはなるもんね。うん、ビールっぽい味するもんね、うん、ノンアルも。いや、花火までまだまだですな。うん、そうだね。天気持ちこたえてくれね。頼む。つまいぐしく、つまいぐしくは別名くまいぐしくと呼ばれ、砂浜にはトンネル状の変わった形の岩があります。墓なんだ。なんか神聖そうな場所ですね。やめた。花火大会までまだ時間だ。ちょっと探検してみよう。あ、はい。お、すごい。この景色。おお。出ました。ハブに注意。沖縄はハブいるんだけど、一度見たことないの。まだ見たことない。本当山のとことかにいないといないんじゃない。なんかあんまりさ、うん、海とかにはいないっぽいんだけど、湿地帯とかそういった場所に出るっぽいね。え、すごい綺麗、空。こっち来た。え、めっちゃ来た。人懐っこいやん。餌付けされてんのかな。え、やだ、かわいい。え、かわいい。あら、餌持ってない。持ってない、ごめんね。人懐っこい、ね、ちゃんと去勢もされてるね。かわいい。ナオン、ナオン、ナオン。あー、かわいい。あら、私に懐いているわ。かわいい。お前は今日の花火大会に来たのか。うん。あら、もう。かわいい。かわいいの、お前。猫ちゃん、めっちゃついてくるよ。さっさ、えっさ。もう一匹いました。すごい道のど真ん中にね、ここ通るなら俺の許可必要だぜ的な。さあ、8時になりました。花火見えるかな。どうでしょうね。なんか雲が結構濃いからちょっと心配だけどね。カメラに映るかどうかもちょっと、まあね、うん、心配ですな。結構距離もあるからな、うん、待ちましょうか、上がるまで。え、すごい。わ、近くだったらよかったろうな、やっぱ。 Seventeen wild and free Brown hair flowing in the windSpeeding down that two-lane street Most beautiful thing I'd ever seen When I finally got your name I couldn't hide my stupid smile A Friday night after the gameBlue eyes stole my heart away Yeah They said we were too young to know That we need to see the world 終わりました。まあ、なんとかオリンパスのカメラでね、撮影することができたからよかったです。 Vlog カメラで全然遠すぎて、ね、すぎませんね。スマホもね、もう遠くて無理でした。画質も悪いしね、うん、やっぱ会場の近くで、うん、見た方がいいね。いいのワンか、うん、来年は行けたら行きたいと思います。
これはとっても十分です。ここででも見れてよかった。久々の花火でちょっとテンション上がりましたね。まあとりあえず綺麗に撮れてね、動画でもちらほら撮れたからよかった。じゃあ今日はこの辺で、セバ待つー。